若尾乱水1月14日から1961年12月1日は、日本の俳人、日本画家、新聞記者、土佐文人研究者、本名は正吾、画号は足。1877年、高知県阿川郡広岡下野村に生まれる。聖火は、裕名号師の家であった。1889年、高知人常中学校に入学。 中学時代の親友に森田正岳がいた。1894年、京都の第三高等学校に入学。三高在学中の1896年、長田青蘭と共に、サムカワネズミ骨より日本派の俳句の教えを受け、同年9月、ネズミ骨らと京阪満月会を発足させた。蘭水が通った、仙台の旧生、第二高等学校1897年。 参考から仙台の第二高等学校に転学。同年春、高浜巨子に伴われて、初めて根岸に、正岡式を訪問。夏休みには、式庵案の区会に参加し、夏目漱石とも同席。8月22日の区会で、乱水が出した水難のナス畑や秋の風の区は、漱石と梅沢牧水が転移に、式が秀逸に取ったほか、川と壁ごとを。 石井露月の1にも入り、評判となった。二孔時代は、佐藤光禄が発足させた大う百分会に参加。1898年に入ると、初夏の頃、乱水が重症の格気により入院したことや、10月、光禄が仙台を離れたことにより、会の活動は衰退。しかし、1899年、病気から復帰した乱水が押されて、会の主催となると、 翌1900年春から夏にかけ、会員は40名を超え、乱水時代と呼ばれる道会の交流期を招いた。会からは、乱水系の廃人として、三淵忠彦、近藤ひげ男、藍沢明村、戸沢小宅、八田総運、元の宇都路聖羅を輩出した。二校教授で、筑波会に属する廃人の笹生説とは、乱水が、 京都で、清雪宅に下宿したことがあった縁から親しく交友。石井露月や原宝金とも交友があり、吉野作造とは、少子会雑誌の編集委員同士であった。東京都台東区根ギ市にある式揮案1900年7月末、二校を卒業し、東京帝国大学法科大学政治学科に入学。式揮区会の常連となり、竹村修築編、明治俳句に四十句。 正岡式戦、春夏秋冬、春雪部に22区が選ばれるなど活躍。式の文化として注目された。1902年9月19日、正岡式が亡くなると、式文化の俳句雑誌が相次いで、式追悼の文章を掲載する中、同年10月、乱水は田島の廃止、ズクズク2巻9号式追悼号の関東に約1万字に及ぶ。 色紙の詩と題する文章を発表。その内容の大半は、先生の今日、特注、あまりをして、最も不快の念に耐えざらしめしは、その花はだしく、冷血なることなり、先生が枕をそば立ての、時々切れ長き三白眼を持って、客の免状を帰り見弁しつつ、最も満足げに解き出し来る和道は、多くはやふべき、人身攻撃、もしくは、 他人の失策話、または嘲笑すべき愚人の行為等なりき、先生は、同等罰意の念花は肌は強し、自己の門弟以外のものは、容易にその微笑を、三挙げせず、この他先生の性格に関する欠点を指摘すれば第1、減額の兵あること。第2、乱りりに人を罵りて、一人高しとする風あること。第3、自害ク育ルフアドハーティスメントの後表しきことと、 なるべしなど、人間、正岡式の欠点を赤裸々に示したものであった。その筆法はホトトギすを取り巻く者に対しても及び、無批判にホトトギすを崇拝する、駆け出しの敗人を、おなん言ありがた、連、し式の直門と吹いして他人には、先輩風を吹かせホトトギすにはおもねる、者らを、おこもれんと呼んで非難した。これに対しては、あられを発行する、 中山統制が、動詞上に乱水の勇気を称える文章を発表したものの、それ以外は、伊よき評定が、世間で、四角く同情するホトトギスに対し一人毅然として、無遠慮に、その短所を数減ることが、あれの青春の好奇心をも先導して、ついにあんな表をも下したのであるをと評した程度で、他の式門家はのきなみ乱水を目殺。乱水は、式門から排斥され、 廃団から失脚した。色紙の詩執筆の背景については、乱水が笹製説や尾崎公用ら日本派以外の廃人を評価したことに、ホトトギスが腹を立てたことによる確執や、学級肌の笹製説との交友からの影響と見られる客観詩の態度、初めて式案の区会に参加した明治30年に比べ、乱水が 東京帝大進学のため上京した明治33年には、四季の俳句への情熱が減退し、虚子や壁語等が苦会を取り仕切る状態となっていたため、乱水が冷めためになっていたことの影響が指摘されている。1906年、東京帝大放課を卒業。卒業後は、高知に帰郷。帰郷の理由としては、老母に管理できないほど、 王ーの遺産の田畑が残されていたことがあったとされる。1918年、高知新聞の外部記者となり、随筆や研究などを発表。また、書画に興味を持ち、土佐の南画家中山か矢などを研究。書画鑑識の大矢としても知られた。1921年4月、廃止、海月クラゲを、創刊、主催して廃乱に復帰。川田十宇、小島牧艦人。 楠の瀬恥上村ら更新を指導した。同志には、高浜巨子、内藤名説、寒川祖骨、西山白雲、渡辺水原も区分を寄せている。同志2巻2号に掲載された、乱水の郷土廃止は、1685年の大淀3 0風の土砂雷雨から幕末、明治に至る土佐の俳句の歴史をまとめたもので、 土砂廃開史を語る上において欠かせない論考と言われる。郷土史や文学史を研究しながら悠々自適の晩年を送り、1961年84歳をもって死去した。没後の1967年、若尾乱水移行編集委員会の手によって、高知市民図書館から四季史の詩を関東に置いた若尾乱水廃論集、四季の詩とその前後が刊行された。 序文は、修正乱水をしと仰いが、相沢明村が手掛けた。乱水が排斥される原因となった、四季首の詩であったが、後年、後段者、四季全集にも収録されるに至り、現在では、正岡四季に迫る論考として、その評価が見直されている。ありがとうございます。